Hey guys! モンスタージョン TV! 始めました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたは、銀河座礁でやっていきましょう。今回はですけども、和の国で出てきているあのオバハンでございます。マネマネの実のオバハン。どこでやられたのか。というか、これ意外と誰かに殺されたのではないのかという件についてお話をしていきたいなと思います。というのも、あのオバハン、マネマネの飲みを食っているというね、とんでもない事実が判明したわけでございますけども、まあ死んでるわけだよね。だってマネマネ飲みが現在はボンちゃんの元に行っているわけでございますから、そうなると自然とね、どっかでやられたのかなっていう風になってくるわけでございますけども、考えられるところとしては、まず1つ目、寿命でございます。寿命で死んだのではないのか。まあ結構な年でございますから、単純に寿命でやられたと考えるのも一つだと思います。で、これに関しては僕の中ではどうだろうな、46とか37かな、要するに3とか4ぐらいの割合で僕はこの寿命もまあ捨てきれないなとは思っていて、というのもバリバリのおじさんもね、同様にまあ亡くなってるわけですよね。だからこそのバルトロメオに行ってるわけでございます。そう考えると2人が同時に死ぬ、もしくはまあタイミングがずれたとしても死んでいく流れを考えていくと、まあ一つは寿命なのかなっていう風に思うわけでございます。ただもう一つ僕の中でこれ結構あり得るなと思えるのが、カイドウに殺されたのではないのかっていうね、まあ、とんでもない話を普通に考えて、なんでカイドウがっていう風になるんだけども、今回の最新ジャンプではだいぶなんか違和感を感じるところはあって、それというのが、おでん様とカイドウが戦っております。戦っているんだけども、まさかのまさかで、桃之助様が人質に取られる。みたいな。で、そこで思いっきりカイドウが攻撃をズドンと、まあ、おでん様にかましていくんだけども、まあ、桃之助様はまさかのババアだったという、マネマネの実を使って、桃之助様に化けていたというね。まあ、マネマネの実がどれだけね、厄介なのかっていうのがわかるようなシーンでございますけども、カイドウが、まあ、それで、なんとかおでんに勝っているわけでございます。要するに、人の手を借りて、勝ったっていうね。ここに僕だいぶ違和感を感じていて、例えばでございますけども、カイドウがぶった切られた時も部下たちは無敵のカイドウ様が切られたっていう風に驚いているんだよね。無敵っていう風に言われていた。要するに力には絶対の自信があった。そんな男が、まあ、ぶった切られてやべえぞってなったタイミングでババアが手助けをする。その結果なんとか今だって言って、まあ今だで攻撃するのも大概だけど、でも実際その場になったら多分カイドウとしてもやるしかないと思うんだよね。で、おでん様をズドンと言ってるわけでございます。で、その後の表情もまあどうなのかなっていう、ちょっと疲れてる、要はぶった切られてはぁっていう、とにかくやったやったで、ふぅっていう感じで、まあ、疲れてるようにも見えるし、ちょっとなんか疑問も見えるような、まあ、感じもしないでもないんだよね。だからこそのこれっていうのは、やったはいいけど、バーバー、お前やってくれたな、っていう風に思っているのかもしれない。まあ、カイドウってそんな人物なの?っていう風に思うかもしれません。まあ、敵ですからね。敵ですし、それこそロックスでございましたから、そうなってくると、とんでもないね、悪者だみたいな、ドンクリークみたいなやつだってこう考えることもできるかもしれません。ドンクリークって言ったらどんな手を使っても勝ちましょうみたいなね、飯もらってそこから思いっきりイエーイって言ってさ、攻撃かましていくんだよ。ひどいよねっていう話でございますけども、まあ、カイドウは多分そっち系じゃないと思うんだよね。というのも、一番僕の中で不思議だなと思ったのが、キッドとかそのルフィに対して、まあそもそもあそこで作っているシステム、要するに心を折って味方にしようっていう、このやり方。なんでそんなことするの?敵だったら普通にぶちのめして終わりだよね。なんならルフィ君って何をしたって言ったら、ローさんと一緒にカイドウさんのね、取引を邪魔している。なんならばとんでもない損害ですよ。それを考えれば、普通にルフィ君は殺されてもおかしくないんですよ。だけども、それだけのことをしても殺されない。ってなってくるとちょっと気になるよね。で、言うてルフィ君とはしっかりと戦って、
っている節もあるんでね、そこら辺も考えていくと、なんというかそんなドンクリークみたいな非道なやつじゃないのかなっていう風に思えるんだよね。まあ言うて酒飲んだらね、ルフィ君とローさんのなんか手配書を部下に持たせて思い切りイエイって言ってこうぶっ飛ばしてるんだよね。なんとも言えないですけども、ただ基本的にはね、あの仲間を大切にしますっていう風には言わんけど、ただ自分なりのね、その筋っていうものはなんかあるのかなっていうようなね感じがするんですよ。だからこその今回のこのババアのやったことって意外と気に入ってないのかなっていう風にも思ったりとか、あとそれこそあれですよ、ビッグマムがワノ国来たらぶち殺すぞっていう風に言っていたんだけども、結果来たらどうしたのか、なんとかビッグマムもね、あの手錠とかやってもう捉えてますよ、もう殺せばええやんけっていう話だったんだけども、錠を外せって言って外させているんだよね。そこら辺とか見ていくとどうなのかなみたいな、なんでビッグマムを殺さなかったのか、口では言うけども、ただ元々なんか恩があるんでしょ、どんなね借りがあるのか知らないですけども、結局はその借りがあるからこそのマムは殺さなかったっていう風に考えていくとね、自然となんかカイドウってとんでもない暴君だっていう風にはまあ見えてこない。もちろんクズ野郎でやってることは、結局はそのオロチのやってることも黙認してるっていうか、あのオロチに関してなんだけども、そのスマイルで彼がやってることに対してえげつねえなみたいな反応をしていたんだよね、そのカイドウさんがね。そんな反応をしていたわけで、なんかそこにもね僕は違和感を感じたんですよね。だからカイドウさんっていうのは悪なんだけども、そもそも武闘派集団っていう風に言われているんだけども、武闘派集団がゆえにその中にも秩序というものはあるみたいなね。あの分かりやすく言えばクイーンがねなんか決戦みたいなものをやってて、まあ結局あんなひどいルールだけどもね、なんかやっぱ決闘みたいな感じでやっていた流れもあるんで、なんか彼らなりにもそういったシステムはあるのかなと。でその中でもオロチのやっていることはゲスだな、しょうもねえなっていう風に思っているんだけども泳がせる、まあそこがダメなんだよね。そういう風に思ったとしても好き放題させているわけなんで、まあそこら辺では結局はクズだなっていう風になってくるわけでございますけども、ただもろもろ考えていくと今言ったみたいに、なんかそこまでね、あの何でもやってかちゃよかろうもんみたいな、そういった人物には見えない。まああの親子説っていうのはなくなったわけでございますけども、カタクリ兄やんも結局はルフィ君と差しでやって、でフランペの横槍に関してはすごい怒っていたわけじゃないですか。そこら辺とか考えていくと、なんかちょっと似てるなって思えるところはある。というかなんだろうね、なんでカタクリ兄やんってそのなんでしょう、その入れ墨とかなんか見た目が結構カイドウさんと似てるんだろうね。でも親子じゃないんでしょ、なんなのすごい似てるところ多いよね。これに関してはもう違うのは分かったけど、なんだろうね、なんかあるのかな。それこそカラフリニアンが蔵の中入って、であのドーナツを食ってる時も結局はあれって和のものですからね、なんかそこら辺和の国とのつながりもあるわけだし、なんだろうねってすごい不思議に思うところではある。まあまあまあそれは置いたとしても、そういったような形で敵ながらまあ自分なりのねこの筋を持ってるというか、まあそういった戦いをなんかするのかなっていう、一対一でちゃんと戦うのかなみたいな感じは思うところはあるよね。でも今回の流れだとね、なんかそのスパイを送り込んで、で結局は相手の動きを察知して、で出迎えているってところがあるから、そこら辺は気になるけどね。でもなんだろうね、それに関してはズルじゃないのかな。なんというか攻め込まれるわけだから、それに対して保険としてスパイを入れている、で相手が寝首をかけに来るわけだから、それに備えよう、うん、それに関してはちょっとズルとは変わってくるのかな。なんか戦略の話だよね。おでん様たちが寝てるところを襲うっていうズルじゃなくて、まあ戦略でしょっていうように、カイドウさんもそれに対して一枚上手だったっていう、なんかそんなところだよね。作戦上でのそういったまあ上を行くことはあるけども、果たして1対1でがっつり戦いが始まったら、なんかそんなね、あのズルで勝ちを取りに行くのかで考えると、まあ気になるところはあるよね。そういったようなところから考えていくと、もしかしたらオバハンのやったことに対して
まあ、結構ブチギレなのではないのか、激おこぷんぷん丸なのではないのかなんて考えるんですよね。でそれによってもろもろ終わって、おばはんにズドンと雷鳴発揮でね、あの明後日の方向まで吹き飛ばしていくみたいな、なんかそんなこともあり得るのかなと。で同時にそうなるとおっちゃんの方もやられるのかなっていう風に思えるよね。もしもおばはんがそういう風にやられるのであれば、基本はそこハッピーセットなんで守りに来るっていうのは考えられる。でそこで初めてこのバリバリの破壊が見れるのかもしれないね。なんかカイドウなら雷鳴発揮とかでね、思い切りうわーって言ってボーンと割っていくみたいな、なんかそういったビジョンって見えるよね。でもそれってとんでもない話で、要するにキングパンチ以上って話だよね。恐ろしいよね。キングパンチでもなんともならなかったバリバリ、それがカイドウさんならコンボ攻撃で思い切りズドンと破壊できてしまう。恐ろしいよね。まあだから可能性としては、あのおばはんとおじさんに関しては寿命で死んだのか、はたまたカイドウさんがやったのかっていうのが僕の考えとしてはありますが、皆さんはいかがでしょうか。まあまだわからないですけどもね、本当に今のワンピースって難しいというか、その考察をしていく流れでも、まあ最近言っているようにストレートパターンと逆に変化球をかましてくるパターン、それがちょっとね見極めが難しいしくなってるんで、僕の中ではこれはまだストレート寄りかな、ストレート寄りな感じ、若干変化ってる気もするけどね。なんかカイドウさんの性格も考えつつみたいな、でもまあわりかしストレート寄りかなっていうのも、それ以外でじゃああのおばはんたちが寿命と、あとカイドウさんにやられる以外に殺されるって言ったらなんだろうねってあんま思いつかないよね。ああでもワンチャンオロチがやることもあるのかな。結局はだってもともと性格が悪いオロチに対してそれをまあ鍛えてるわけだよね。要はクズさをさらに進化させてるのがおばはんたちで、で結局は殺されるみたいな、まあ、お前らもういらねえよって言って、もうお前ら邪魔やって言って、もしかしたらオロチに対していろいろとまあ言ってね、こうしろああしろって言って、誰やお前って言って消されたっていうのも、もしかしたらそれぐらいじゃないかな。あと他にないよね。もしかしたらウルージさんがイエイってこうやったのかもしれないけどね。はい、ということで、まあ、考えられるところはまあそんな感じかな。皆さんいかがでしょうか。これについてはコメント欄で書いてくれたらなと思います。ということで今回この辺で終了していきましょう。最後になりますがじゃんけんタイムいきましょう。最初はグーインガザーラシーということでパーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time。